深い和国系アート京都三十三県道の図が、歌川豊春通し屋は、休日の一種目、道社、道禅などとも言う。京都連芸王院の本堂西側の軒下を、南から北に矢を通す競技である。いくつかの種目があったが、一中矢に南端から北端に通した矢の数を競う、大矢数が有名である。江戸時代前期に最盛期となり、 有力藩の後ろ盾のもと多くの居手が挑戦して、記録更新が相次いだ。しかし、中期以降は大規模な投資屋競技は行われなくなった。京都33県道のほか、投資屋用に作られた江戸33県道や東大寺、大仏殿回廊でも行われた。投資屋用に工夫された技術、用具は現代の弓道にも影響を与えている。起源については、諸説ある。 方言の乱の頃に、熊野のカブラ坂玄太という者が三十三剣道の軒下を根屋で通したのに始まるとも言われるが、伝説の一気を出ない。実際には、天正年間頃から流行したとされ、それを裏付けるように、文禄四年には、豊臣秀治が山城三十三剣道に写実を見むるを金図とする金礼を出している。なお、秀治自身も休日を好み、 投資屋を試みたとも言う。この頃はまだに投資した屋数を競ってはいなかったようで、ある。大屋数の始めは1599年の吉田、五左門の戦車と言われたり、1606年の朝岡、平米の51本とも言われたりする。投資屋の記録を記した年代屋数帳に明確な記録が残るのは、慶長11年の朝岡平米が最初である。平米は、 清洲藩主、松平忠義の家臣で、日置流竹林派の石堂竹林坊女性の弟子であり、この年の1月19日、京都33県道で100本中51本を伊藤氏天下一の名を博した。以後伊藤氏たやかずを競うようになり、新記録達成者は天下一を称した。多くの伊手が記録に挑んだが、実施には多額の費用がかかったため藩の援助が必須だった。 寛永年間以降は、終わり藩と紀州藩の一気打ちの様相を呈し次々に記録が更新された。漢文9年5月2日には、終わり藩市の星野茂則が、総屋数1万542本中投資や8000本で、天下一となった。上京3年4月27日には、紀州藩の数佐藩園が、 創矢数13,053本中投資や8,133本で、天下一となった。これが、現在までの最高記録である。その後、矢数に挑む者は徐々に減少し、18世紀中期以降はほとんど行われなくなった。ただし戦車種目等は幕末まで行われている。江戸では、寛永19年、浅草に、江戸33県道が創建され、 京都よりも多様な種目が行われて、活況を呈したが、大屋数では、京都の記録を上回ることはなかった。幕末に至っても投資屋は行われたが、明治5年に解体された。東大寺でも投資屋が行われていたようである。大仏殿西回廊外側の軒下を、北から南に通すもので、京都33県道より、距離は短いものの天井が低いため難度は高かった。 天保13年には当時衣藩氏で、後の新選組大使安藤沙太郎が4月20日取りの時より、翌21日未半時までで総約数1万1500本中、8685本を移藤した江戸時代大いに流行した投資屋であったが、当時から角の競技家には批判があり、伊勢定城は安在随筆で、 投資屋は用に立たず、か数を今したる名を取るのみにて、無益なる技なり、見せ物の類なり、と述べている。また多くの記録を樹立した美修竹林派の内部でも、意の本質を損なうとして、投資屋を行わなかった系統もあった。明治以降、投資屋はほとんど行われなくなった。大か数では、明治32年の若林正幸が4,457本を、移動したのが、 最後の記録である。ただしその後も何度か試技は行われている。現在は毎年1月中旬に京都33県道で大間全国大会が開催されているが、距離60メートルの投擲競技の形式であり、投資屋は似て、非なるものである。諸般では折りがかり、銅型と称するものを作り稽古した。折りがかりは、 一体の竹を建間に縄を張ったものを三箇所設置し、縄を屋根に見立てたもの。銅型はより本格的に木材で模して作るもので、簡略に矢の弾道の最も高い部分だけを作る場合と、本格的に全長を型にす場合があった。銅型は、奇襲藩、尾張藩、仙台藩、松江藩、加賀藩などにあったという、以下の区分を組み合わせて様々な競技が行われた。 全道屋数が、投資屋の花形であった。投資屋の発展とともに、道具も改良されていった。主な特徴は、以下の通りである。星野関左衛門が8000本の記録を達成した時の、道具は次のようであったという。浅岡平米以降の京都33県道での、大屋数天下1の記録。小汁演武義部の記録をもとにした。日付はすべて旧歴。 複数回の記録達成者は尾行に回数を記した。ありがとうございます。